青い神社の欅青い神社の欅は東京都調布市新大地元町五丁目の青い神社境内に生育する欅の巨木である。新編武蔵風土気候や江戸名所税に取り上げられるほど古くから知られた木である。調布市内で随一の巨木であり、1972年に市の天然記念物に指定されている。青い神社は野川に北面する。 大地上にあり、神大寺にもほど近い。青い大臣を祭神として祭り、創建年は、不祥とされるが、一説には、数千年前に、先住民が水を求めてこの地に移住した時に、水神を祀ったのが源流であるという。付近からは、中期の縄文土器なども数多く発見されていて、居住の歴史が古くまで遡ることを裏付けている。神社の前はかつて、 池の宿と呼ばれ、豊かな湧き水に恵まれていて、干ばつの際にも枯れることがなかった。湧き水は五長部あまりの大池となって聖波を称えていたことから、聖波殿神社、青波様という異名でも呼ばれていた。青井神社は、江戸時代には神代寺村の総鎮寺を務めていた。この欅は、青井神社入り口近くの窪地に生育している。樹高は、 約34メートル、目通り簡易は約5.5メートルを測る。ケヤは古くは月と呼ばれていた。このケヤについては、新編武蔵風土機構に、社のそばに、かっこいい一条五尺余りの月の老樹あり、また、江戸名所杖にも、社前月の老樹あり、数百予想を経たるものなりの記述があって、火星文化の頃にはすでに居住として知られた存在であった。 幕末期の1865年に神大寺が火災にあって、青い神社も類称したが、この欅は無事に生き延びた。調布市で最大の巨木であり、1972年4月10日に市の天然記念物に指定された。青い神社は交通量の多い通りに面しているため、この欅も排気ガスなどの影響を受けているものの、神木として、 大切に守られているため受精は盛んである。単に、目通りともいい、人間の目の高さで測る樹木の管理を指す。ABCDEFGHIJKLM 巻の、数春、関東地区居住、名木巡り巻の出版、1989年、14から15ページ。ISBN4 から8950052。89 ABCDEFGHIJK 平松。 吉し東京居住担保ケア出版、1994年、102ページ。ISBN4 から90万5942から60から8。ABC 調布市内の指定、登録文化財一覧。AB、青井神社。調布観光ナビ、調布市観光協会公式サイト。2016年6月3日閲覧。ABC、江戸名所図参加により、 青い社と中島社、東京都立中央図書館、2016年6月3日閲覧。ABCD 調布市教育委員会教育部郷土博物館、青い神社の契約。調布市役所、2016年6月3日閲覧。AB、青い神社の契約。温泉、宿予約のゆこゆこネット、2016年6月3日閲覧。 調布市指定天然記念物。調布観光ナビ。2016年6月3日閲覧。デジタル大事線、メドウリカニーメドウリカニー。コトバンク。2016年6月3日閲覧。新編武蔵フード機構新大寺。村製破天神祠、ありがとうございます。